元気ですか？入山明子です。入山明子のつれづれ日記1403回目。さあ、2月から3月までの入山の様子を駆け足でお届けしてまいります。ちょっと早口ですがごめんなさい。2月11日は第1回 YouTube 生配信 FM チャッピーのスタジオを借りいたしました。入山明子と愉快な仲間たち公開ファンミーティングということで、チャットでも盛り上がりましたね。楽しかったです。さあ、そして2月15日浦安オールピースバンドさんのライブで1曲歌わせていただきました。昭和歌謡男歌ライブのプロデュース松崎澄夫さん、そしてリーダーの田中さん、それから鈴木純先生、門下生先輩岡田さん、小岩の音曲堂でもラジオの収録です。北川裕二さん、阿部直美さんにお世話になりました。その後は小岩こだわりさんへ。山口県 CBS 日本の歌の収録は楽しかったですね。お客様が盛り上げてくださいました。緊張感とともに楽しさを味わうことができました。さあ、そして FM 西東京生出演の際はなんとサプライズ、北海道函館から純子さんの応援がありました。川崎市ライムライトさん昭和歌謡男歌ライブもマイク川原さんをゲストに、皆様も歌を歌ってくださって盛り上げてくださいました。さあ、2月27日は YouTube の番組の収録、谷龍介さん、生野成美さんにお世話になりました。2月29日は相模原市にありますカレンさん、こちらは手島さゆりさん、もう長いお付き合いです。4月16日のライブの打ち合わせ、なんと94歳現役のピアニストの方とコラボ、楽しみです。3月の3日は群馬県みどり市に向かいました。みどり市ということで全身みどりに決めて、まあ、行ってまいりましたよ。こんにゃく作りを見て、こんなになってできるんだとびっくりです。その後はゆっくりお茶会をしながら、急遽すぐ近くの真心さんで歌も歌わせていただきました。そして急いで鶴ヶ島に帰ってきて、講演会の皆様への発送作業、皆様にお手伝いいただいてとても助かりました。3月5日はぶらり入った銀座のフクロウカフェもふもふさんに行ってまいりました。可愛くて肩に乗るフクロウ、楽しかったです。デュエットをしました浜博也さん、大石まどかさんのラジオ収録。そして3月の10日は個人レッスン。その後は皆さんと一緒にボイストレーニングも行いました。鋼ラーメンも食べに来ましたよ。元気に笑顔、素敵な毎日をお過ごしくださいね。お目にかかれます日を楽しみにしております。入山明子でした。